デイビッド・チャーマーズ、デイビッド・ジョン・チャーマーズ、デビッド・ジョン・チャーマーズ、1966年4月20日帯は、オーストラリアの哲学者である。心の哲学の分野における指導的な哲学者の一人で、2006年現在、オーストラリア国立大学の哲学教授であり、同行の意識研究センターのディレクターを務めている。オーストラリアの指導に生まれ、チャルマーズとも書かれる。 チャーマーズは1966年、オーストラリアのシドニーで生まれた。1982年、高校生の時国際数学オリンピックで、銅メダルを獲得。その後、オーストラリアのアデレード大学に入学し、数学とコンピュータ科学を学ぶ。卒業後は、ローズ小学生として、イギリスのオックスフォード大学、リンカーンカレッジに渡り、数学を専攻る。しかし自身の興味の対象が、 数学から心の哲学に移り変わってきたことを実感し、一年発起、アメリカに渡り、専攻を変える。すぐに、インディアナ大学ブルーミントン校に入学し、ダグラス・ホフスタッターの指導のもと哲学、認知科学の PHD を取得。その後、1993年から1995年まで、セントルイス・ワシントン大学の哲学神経科学。 心理学プログラム、フィロソフィー・イン・ロス・ヤンツ、サイコロジープログラムの特別研究員、カリフォルニア大学サンタクルーズ校哲学教授、アリゾナ大学で哲学教授及び同校の意識研究センターのディレクターを経て、2004年からオーストラリア国立大学で哲学教授及び同の意識研究センターのディレクター、2015年ジャンニコ賞受賞。この節では、 チャーマーズの研究内容を順繰りに説明していく。当節の内容は、基本的に彼の著書ザ・コンシャス・マインド、砲訳意識する心の要約である。チャーマーズがこの無思考実験の一つに、普通の人間と全く同じらが唯一、内面的な経験、クオリアだけを書いた哲学的ゾンビの話がある。彼はこの哲学的ゾンビの概念を用いて、ゾンビ論法、または、 創造可能性論法と呼ばれる、唯物論を否定する論章を行う。この論章は、彼の立場の最も基礎的と言える部分に位置している。そのためチャーマーズを批判する研究者は、このゾンビ論法の部分に焦点を合わせて、議論を展開していくことが多い。とはいえチャーマーズは、ゾンビ論法の結論、つまり、唯物論の否定を前提に話を進めていく。 そして難しい問題に直面する。それは内面的な経験、現象的意識やクオリアと呼ばれるものとは一体何なのかという問題である。この問題をチャーマーズは意識のハードプロブレムと名付ける。意識のハードプロブレムはチャーマーズが提唱した概念の中でも最も有名なものの一つとなっている。チャーマーズが初めて ハードプロブレムについて言及したのは1994年のスソン会議での発表時である。その後論文と著書ザ・コンシャス・マインドにおいてさらに議論を精錬されたものとしている。1994年当時まだ28歳の駆け出しの研究者に過ぎなかったチャーマーズであったが、ハードプロブレムについての議論は大きい反響を呼び、 ノーベル賞受賞者を含む多くの研究者から25も論文が返答として寄せられた。この中には、ダニエル・デネット、コリン・マッキン、フランシスコ・バレーラ、フランシス・クリック、ロジャー・ペン・ローズなどがおり、辛辣な意見も多かった。しかしチャーマーズはこれら著名な研究者らの指摘に対し、すべて答えていくという形で、新しい論文を執筆する。これら一連のやりとりは、 現在一冊の論文集にまとめられている。意識のハードプロブレムという言葉はこれら一連の論文やりとりを通じて研究者の間に広く知られるようになり、それとともにチャーマーズ自身もハードプロブレムという言葉の勝者として業界でなお知られるようになった。とはいえゾンビ論法を用いてゾンビを想定可能とする自身の立場には困難があることをチャーマーズは認める。 それは二元論特有の因果と関わる困難である。これは、クオリアが物理状態に対して因果的に無能であるならば、クオリアについて語る自分の行為そのものも、クオリアと無関係に行われていることになる、という問題である。これが二元論にとって最大の問題であることを認め、それを現象判断のパラドックスを名付ける。この問題に対する彼の回答として、 物理状態に対して現象的な意識体験が論理的にではなく自然法則的に付随する状態があるのだろうとする。つまり私たちのまだ知らない自然法則がこの宇宙に何かあるのだろうとする。そうして次節以降のラディカルな主張へと進む。サンデータイムズ誌では今年の最も優れていた科学書の一つとしてザ・コンシャス・マインドを挙げている。 ザ・コンシャス・マインドは、物理学者の林一によって日本語に翻訳されている。意識する心この本の中でチャーマーズは、意識に関するすべての物事を、現在の物理学の範内の現象として、説明してしまおうとする還元主義的な方法は、うまくいかない、と力説している。これは別に、正規論や神秘主義といった系統の主張ではなく、現代の物理学は拡張されるべきだと、 主張しているのである。つまり、マクスウェルが、ニュートン力学へ電荷と人揃いの方程式を加えて、当時の物理学を拡張することで、電気現象の説明に成功したように、内面的な心的体験、クオリアと呼ばれるを、一つの実体、として導入し、その振る舞いを記述する新しい法則を見つけることで、意識の問題を解決すべきだとする。つまり、意識体験を、 質量やエネルギー、電化、スピンなどと並ぶ、他の何かには還元されない、この世界の基礎的な性質、根本特性の一つとして扱っていくべきだとする。そしてこの内面的な心的体験、クオリアの振る舞いを記述する、探索すべき、未知の自然法則のことを、チャーマーズは、精神物理法則と呼ぶ。とはいえ精神物理法則が、具体的にどういったものなのかについては、 チャーマーズ自身は何も、具体的な内容は持ち合わせていない。しかし、著書の中でそうした法則が持つだろう。特徴、条件を原理という形で提出しつつ、抽象的であるにせよ、精神物理法則はおおよそどのようなものでありそうかを考察している。意識体験が、物理状態との関連の中で持つであろう。性質として、まず構造的コヒーレンスの原則。 構造的コヒーレンスの原理を挙げている。これは、機能的な気づきの構造と、現象意識の構造の間には、同形性があるだろう、というもの。現象的な意識体験のあるところには、機能的な気づき、アウェアネスがあり、適切な種類の機能的な気づきのあるところには、現象的な意識体験がある。そしてこれら機能的な気づきと、現象的な意識体験の間に、 構造的な同形性があるというもの。これを構造的コヒーレンスの原理と呼び、意識に関する新しい自然法則を探す、際の指針にな原理として、つまり意識に関する新しい自然法則が満たさなければならない基本的な束縛条件の一つとして提示した。ここで言う気づき、アウェアネスとは、ある情報を包括的なコントロールに直接的に利用できる。 状態を言い、例えば赤いものが見えていることに気づいているとは、赤いもの見えていると言葉で報告できること、また赤い信号の表示に気づいている場合であれば、信号が赤いのが見えたので、横断歩道ではなく、立教を使って道を渡ることにした、いった計画的で全体的な運動に情報を利用できることなどを言う。反射や無意識での反応では、こうしたことは起こらない。 チャーマーズが提示した、この構造的コヒーレンスの原則は、バースのグローバルアークスペースセオリーや、デネットのセレブラルセレブリティの理論と似ている。つまり、脳の一部だけで、利用可能な情報でなく、広域的に利用可能な情報が意識に上る、という理論とである。チャーマーズの理論とそれらの違いは、バースやデネットが、存在論的に、 物理主義的な立場からこうした理論を提唱しているのに対し、チャーマーズは、性質に言論的立場からこの原理を主張している点にある。つまり、物理的に定義される気づきの状態に対して対応する現象意識が自然法則的に付随するという形でこの原理を提示している。チャーマーズは、構造的コヒーレンスの原理を自然法則ではなく、 新しい自然法則が満たす条件として提示している。というのも、この原理の記述の中に、気づきというマクロレベルの性が使われているためである。意識に関する新しい自然法則があるとするなら、それは、ミクロレベルの特性で記述されなければならないとし、気づきの概念、ある情報を、包括的なコントールに直接的に利用できる状態は、例えば、情報の増幅レベルといった、 ミクロレベルの特性へ帰着できるのではないかという推測を提示している。意識体験が物理状態との関連の中で持つであろう。性質として次に構成普遍の原則というものを挙げている。これは物理系がどのような材料からできていようと、つまり材料がニューロンであろうと IC チップであろうと、それの持つきめの細かい機能構成が同一なら、 同一の意識体験が生じるだろうというもの。意識体験は物理系の持つきめの細かい機能構成に付随して生じるという仮説。心の哲学の機能主義の考えを性質二元論的な形で拡張した定ゼ。この原理は現象意識の実現に関する多重実現可能性を含意する。そして以上二点の原則についての考察から。 重要であるうものとして情報に注目する。そこから情報の二小節を可能性として提唱する。これは実在に関する形事上学的立場で世界の究極的な実在を情報とし、その情報が物理的な性質と現象的な性質を持つのではないかとする立場。この立場は心身問題の伝統の中で中立一元論または 性質二言論と呼ばれる立場にあたる。中立一致言論とは、世界の究極的な実在として、物理的でも心的でもない、何か別のものを考える立場である。チャーマーズはそうした、何か別のものとして、情報を考えている。情報という言葉は、広い範囲の意味を持つが、チャーマーズは、情報の定義として、グレゴリー・ベートソンの、違いを生む違い、おひく。 情報を究極的な実在とするアイデアは、物理学者、ジョン・アーチ・ボルト、ウィーラーの哲学に大きい影響を受けている。ウィーラーは、量子力学に関する考察の中から、世界の究極的な実在を情報と考え、それを、それはビットからという標語で表した。チャーマーズは、情報を、外側から見ると、物理的、内側から見ると、現象的、とする。つまり、 ビット列のようなもので構成された抽象的な情報空間がまずあり、そこから物理的状態及び現象的状態がそれぞれ実現されているのではないかという形事情学。この形事情学を一つの参考としつつ、精神物理法則を模索すべきでないかとする。この考え方の利点の一つは、情報空間が共通項として存在するため、 物理状態と現象的状態の間での直接の因果関係を仮定せずとも物理状態と意識との連動を説明できる点である。そして情報の二小理論を推し進めることによって半径建設が得られる単に半身論と表現されることも多い。半径建設とは世界の基礎的な構成要素の一つとして人間の脳だけにらずあらゆるところに 現象的意識があるであろうという考え方で物理的な情報処理の実現があるところには現象的な意識もまたあるという考え方。チャーマーズはサーモスタットや岩にも人間の持つそれよりはるかに単純であるにせよ現象的意識があると主張する。これは一見かなり突飛な主張だが精神物理法則を上のようなものとして考え、 かつ、自然界の中で人間の脳は、取り立てて、特別な何かではないまたは、自然を滑る法則は、すべての場所で共通であるという自然の成一性を、前提しさえすれば、当然の帰結として導かれる。しかし、日常的な常識からの隔たりが大きいため、その結果はあまりに常識に反するといった形で、批判されることが多い。チャーマーズは2002年の論文コンシャスネス。 and its place in nature 意識と自然の中におけるその場所の中で心の哲学における意識の問題に対するあり得る立場の分類を発表している。これはハードプロブレムに対するよく見られる応答の種類を列挙したものである。認識論的ギャップエピステミックギャップと存在論的ギャップアンタロジェクルギャップという概念と 物理領域の因果的平筒み性の概念を分類の指標にしている。認識論的ギャップとは説明のギャップやマリーの部屋の議論の中で現れる、または前提にされている物理的な領域と現象的な式体験の領域の間には説明上の断絶、ギャップがあるという考え直感のことである。存在論的ギャップとは物理的な領域と 現象的な意識体験の領域は別のものであるという考えことである。チャーマーズ自身の立場は最後のタイプ界一元論である。タイプ A 遺物論、タイプ A 遺物論、タイプ A マテリアリズムは認識論的ギャップを否定する。仮に肯定するとしてもそれは容易に埋まるものとする。当然存在論的ギャップの存在は否定する。この立場からすれば、 意識のイージーな問題がすべて解決されれば、もはや意識のハードな問題と言えるようなものは何も残らない。クオリアの反転や欠如は想定不可能であり、マリーは白黒の部屋から出ても、現象的なものについての新しい知識は何も得ない、仮に何かを獲得するとしてもそれはある、種の能力である。この立場は、消去主義的唯物論の形をとって、意識を存在しないとする。 または、行動主義的、機能主義的な用語で定義する、形の中で意識を存在するとする、といった結果になるとする。チャーマーズは、タイプ A 遺物論者の例として、ダニエル・デネット、フレッド・ドレツキ、ギルバート・ハーマン、デイビッド・ルイス、ギルバート・ライルなどを挙げる。タイプ B 唯物論、タイプ B 唯物論、タイプ B マテリアリズムは、認識論的ギャップの存在は肯定するが、 存在論的ギャップの存在は否定する。この立場からすると、マリーは白黒の部屋から出た時古い知識を新しい方法で学ぶ。イージーな問題特別されるハードな問題は残るが、それは物理主義の範囲内で解決されることにな実証的な問題だと考える。 つまり、現象的と言われるものは特定の物理状態や機能的状態と同一であることがやがてわかるとする。チャーマーズは、タイプ B 唯物論者の例として、ネド・ブロック、ジョン・ペリーなどを挙げる。タイプ C 唯物論、タイプ C 唯物論、タイプ C マテリアリズムは、非常に深い認識論的ギャップの存在を認める。しかし原理的にそのギャップは埋まり得るもので、 存在論的ギャップの存在は否定する。人間の持つ知的、能力的な問題が理解の障壁となっている可能性を指摘するも、そこから来る深い認識論的ギャップも、究極的には原理的に埋め得るのであるとする。チャーマーズはタイプ C 唯物論に共感的な人物の例として、新神秘主義者のコリン・マッキンなどを挙げる。ただし、マッキンは最終的には、 タイプ界一言論に近いとする。タイプ D 二言論、タイプで E い二い、言論、タイプ D ジュアリズムは、認識論的ギャップと存在論的ギャップの存在を認めた上で、物理領域は因果的に閉じていないと考える立場。いわゆる相互作用説と呼ばれる立場。チャーマーズは、タイプ D 二言論の例として、デカルトの実体二言論を挙げる。つまり D は、デカルト、デカルトの d である。タイプ e に言論、タイプ e に言論、タイプ e ジュアリズムは、認識論的ギャップと存在論的ギャップの存在を認めた上で、物理領域は因果的に閉じていると考える立場。いわゆる随反減小説と呼ばれる立場。つまり e は、随反減小説、エピフィナモンイエリザムの e である。チャーマーズは、タイプ e に言論者の例として、 フランク・ジャクソンなどを挙げる。タイプ界一元論、タイプ F 一元論、タイプ、イモネザムは、根本的な物理的対象、ファンダメンタルフィジカルエンティティの内在的性質、イントリンジックプロパティとして、意識を考える立場。物理領域は因果的に閉じていることを受け入れつつ、その内側に意識特性があるとする。チャーマーズは、タイプ界一元論の例として、バートランド・ラッセル、 自分、チャーマーズ自身、ガレン・ストローソンなどを挙げる。哲学者によるチャーマーズへの批判は主に概念を細かく分析することによって行われる専門的なものが主となる。チャーマーズ自身が論じているように彼の立場の最大の問題が直感的に最もわかりやすい形で現れるのは現象判断のパラドックスである。チャーマーズはゾンビが想定可能、つまり 物理的な事実に意識体験は論理的に付随しないという前提を取るが、その前提から議論を進めていくと、チャーマーズ自身が議論しているように、物理的事実に関して私たちの世界と全く同じだが、意識体験を完全に変いた双子のゾンビ世界の想定が可能となる。するとそこには、チャーマーズのゾンビ双子、 チャーマーズと物理的に全く同型の意識単位権だけを書いた存在がいる。チャーマーズのゾンビ双子は意識体験を全く持っていないにもかかわず、ハードプロブレムについて論文を書き、意識に関する新しい自然法則を探求すべきだと唱えていなければならない。そして、ゾンビ世界の中で構造的コヒーレンスの原則や構成普遍の原理などの意識体験に関する、 新しい自然法則が持つだろう。特徴について、この世界のチャーマーズと全く同じ分析をこうて、いなければならない。ここに直感的に大きい矛盾がある。つまり、チャーマーズのゾンビ双子は一体、ゾンビ世界の中で何について研究しているのか、と。批判は、このおかしい状況を引き起こすことになるそもそもの原因であるゾンビ論法の部分に対し、想定可能性や、 論理的不随性、必然性などの概念を分析しつつ行われる。日本語のオープンアクセス文献、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。